ークディアスのパンチにモロクもオクタゴンに沈んだ大石です。このシーンはデジャブなのか、いや対角線上に立つのは兄をセコンドにつけるウリク・タツの弟ニック・ディアーズ、奥に白い T シャツが大石を6月 UFC で下した兄ニック・ディアーズです。69キロ以上75キログラム未満のウェルター級の戦い、5分3ラウンド制です。 UFC の再現となってしまうのか、それとも兄貴を引きずり出すほどの戦いを見せられるか大石。さあ第1ラウンドが始まりました。右足前サウスポーの構えです。ネイサン・ディアーズ、身長が高い選手、183センチでこのウェルター級、そうですね、俺よりでかいですね。そうですね、身長差が、まあ、このデータですと12センチあります。 UFC の戦いは、まあ、ネイサン・ディアーズの兄のニック・ディアーズのパンチ、まあ、プロボクシングの経験もあるということで、それはパンチにかなり押し込まれたという一戦でした。ここはパンチよく見えています。弟はどちらかというと兄とは違ってグラウンド下からの三角なんていう言葉も、手足長いですからね。あ、そんな感じしますね。そんな感じしますよね、ちょっとこう猛男みたいな感じですもんね。あ、ボディーにストレート。まあ、もしでも構えがちょっと変わりましたね。そうですね、岩崎がやってセコンドついてますからね。はい、まあ、特進空手では実績を残している岩崎さんが今セコンドついています。 UFC の時には同じく特進で世界王者にもなった和美はじめさんもセコンドについたということです。あ、うわっと今カウンターで右もらいましたが、前に出ていきます。大石、あのボディーの大切さが分かったというのはいいことですね。あ、なるほど、そうですね。あの乱入が少ないからボディあんま関係ないだろうと思いきなんですけども、結構ね、ボディ大事なんですよ。それどういう効くという、あのガードもね、やっぱ下がるんですよ。2ラウンドか3ラウンドの試合でも、あの例えば世界戦で10回戦とかボクシングになるとやっぱ大切だというのは分かりますけど、例えばね、そこの3ラウンドの試合でもボディ結構大切なんだよね。だからほっとけなくなるわけですね、ボディに。そうですね、であんまりボディみんなあの練習しないじゃないですか、だから、ね、ボディ結構ね当たってくるんですよ、まともに入ると。まあ、特にこう大石の体の前で腕をこう構えるような形ですから、読みづらいですよね、ボディの軌道も。大石、ね、いいですね、避ける時もそんなに体動かさないで避けてますからね、本当に細かく小さく避けてるじゃないですか。うん、まあ、あとあの、ね、たまにもらうやつ、あれ危ないですよ、ね、右からちょっと2つぐらいもらったんですよね。まあ、なんといっても右手がもう圧倒的に違います。これもジャブ、リードジャブなんですが、こう届いてきます。カウンターの右が怖い、ハイキック、処理して入ります。しかし非常に冷静です、遠いし。あーっと、これも怖い、意外とボクロスみたいな感じで伸びていきます。全くここまではグラウンドの展開行こうという形もありません。右のミドルキック、ボディにはストレート、まあ、今の空手を習っているというところでいうと政権好きでしょうか。そして同じボディにミドルキック、今は遠い距離からパンチ、ちょっと顔面もらっていますか。そうか、もしかしたら身長が高いんで、あのガードが下がるまでボディでっていうことなのかもしれないですね。サブ受けが残りが2分、ラストです。この距離感の違いは怖いですね。そうですね、あー上サイワンツー入った、あよしよし、逆に返した。さあここからどうするか、今すごいそれだったでしたね。さあ今度は画面に入れていく、こう大石焦らないですよね。そうですね、慌てないですね。ある意味大石選手の強さってここは一つありますね。うん、そうですね、冷静ですもんね。ちょっとワンツーもらった時はヒヤッとしました。その後すぐに返っていく表情見ると、ちょっと下のネイサン・ディアーズが焦っているように感じます。あーっとこれも怖いな、下から立ち上がりました。うわっとクロスですが、先にリーチの長い姉さんのパンチが当たっている。この距離から届いてきます、大石右。あーパーリングでこう流しますね、しっかり、はい、しかしながらこのリーチさは厄介であることは間違いない。しかしこして右のミドルキック見えています。そばにね、この間負けたやつがいるんだ。残り1分、ラスト1ミネッツ、ラスト1ミネッツ、両手使って、両手使って入る。できることなら弟もっかりもうボコボコにして、兄貴もっかいやろうぜって言いたいとこでしょうね。そうですね、兄貴がもう黙ってらんなくてこう出てくるぐらいの、そうですね、
ボディ、前回の戦いが2分にも満たないその UFC の戦いでしたから、まあ、最後までは分かりませんでしたが、兄のニック・ディアーズは相当こうボクシングテクニックは残り時間30秒、ラスト30セカンド、いわゆるプロの国際式のボクシングの戦いにも出場しているというレベルのですね、残り時間20秒、ビガンチ握れた、いやしかし一発当たっても少し距離取られると届きません、畳みかけられた右返す、ザンのストレート伸びてきました、それに合わせてよく首を振っています、おいしい、第1ラウンド終了です、出血は見られますが、高橋選手どう映りましたか、まあ五分ですねこれは普通に、ただまあ一発でねあれダウンらしきものを取ってるんで、はい、ちょっとそこら辺の部分で多いしかなっていうところはありますけど、基本的にはやっぱ5分ですよね、うん、あセコンドには画面右のこう黒い T シャツの方が岩崎さんですね、そしてお兄さんのニック・ディアズが右、左が弟のネイサン・ディアズ、ヒゲまで似てますね弟なのにネイサン・ディアズっていう話がありましたけども、顎の出具合ですかね、出具合ですか、違いがしゃくれてる方がいいまあまあ T シャツ着てないのが弟っていうことででもまあ決してボクシング技術が高いというか綺麗なフォームじゃないですもんね、そうですね、やっぱリーチの分でしょうね、見にくいのが、高橋選手今大石選手にアドバイスするとすればどんなことになる